か、さやだよ。うか、りさだよ。セイスチャンネルです。はい、今ね、急なんですけど、ショッピングモールの駐車場にいるんですよ。うん。で、うちらちょっと内容知らなくて、うん。で、ちょっと何するんですか？今日は、買い物だと思っていると思うんですけど、買い物はできるはできるんですけど、はい。今日の企画、財布交換をしてもらいたいと思います。イエーイ。あれ、ちょっと思ってたんと違うんですけど、財布交換知ってますか？はい、もちろんですよ。お互いの財布を交換して自由に遊ぶっていう。やだー、だってめっちゃ使うやん絶対。今夕方の5時ですね。まあ閉店まであんまり時間はないんですけど、財布を交換して楽しんでもらいたいと思います。財布の方を早速出してもらって、中身そのままの状態で交換してもらいたいと思います。はい、あります。はい、ありますよ。じゃあ交換してもらって、ちょっと待って。ダメです、ダメです。ちょっと待って、なんか証明書みたいなやつがあるから。いえいえ、閉じてください。抜いといた方がいい。いえいえ、証明書だよ、ちょっと。閉じてもらって、自分の財布の中身とかも見なくていいんで。え、絶対マジ使わないで、全然。使わない。残しといてね。言ったから、ね。良心的で、良心的な、あれにしてね。シワシワだね。シワシワっていうか、そういうやつだから。素材的に。あ、そうなの？シワ、この素材をさ、シワシワだねって言ってきたんですけど。じゃあ財布の中身見ていいですか？ダメです。まだダメらしい。解散してからチェックしてもらって。そういうことか。わかった。はい、じゃあ早速。お買い物に行きましょう。レッツゴー。はい、今ねさやと別れたんですけど、今から財布の中身に何円入ってるか確認したいと思います。5000円入ってます。ちょっとね、さっきさやが見せてた5000円札だけしか入ってなかったです。なんか7000円くらい持ってるかなと思ってたんですけど、小銭はこのくらい入ってます。だいたい700円くらいです。え、でも意外と買い物できるんじゃない？やった。お、あとカードとかは図書カードが1000円分あります。まあ、これも財布に入ってたから使っていいってことだよね。ラッキー。でリサのね、財布の中見たら4000円と小銭がね、あと結構あったんですよ。で、うちがね6000円ぐらい多分財布に入ってたと思うんですよ。ちょっと損してますね。まあでもそれはあれだから、まあしょうがないですね。で、服見に行きたくて、ちょっとお洋服屋さんに行こうかなって今思ってます。で、ちょっと行ってきまーす。はい、今、プラザで買えました。で、今からビルバンに行きたいと思います。はい、今ね、レトロガールでお洋服買いました。本当はね、ちょっと春服買おうと思ったんですけど、ちょっとね、スウェット買っちゃいました。可愛いのがあったので買いました。で、ちょっとね、これからはちょっとベルバンとかプラザとかがあるので、そちら辺でちょっと買い物したいと思います。はい、今ビルバンでお買い物とクリアファイルガチャしてきました。で、あと残り3000円ぐらいあります。どこ行くか決めてないので、ちょっとプラプラ歩きたいと思います。はい、プラザで買ってきました。で、これからちょっとね、スタバに行きたいと思います。はい、今ビゴーさんでショートパンツ買いました。で、今1500円くらい残ってるんですよ。で、今からさやにちょっとお土産的なさやにちょっとプレゼントを買っていきたいと思います。あとちょっと疲れたんで休憩もしたいですね。買ってきました。はい、今本屋行って漫画買ってきました。さやにプレゼントとして小説もね2冊買いました。で、結構疲れちゃったのでスタバにね行きたいと思います。で、早速スタバに行きたいと思います。はい、今ねスタバ買ってきました。いただきます。はい、ビルバン行ってきました。でね、ちょっとね残りがちょっと100円になっちゃったんですよ。だからちょっとね、リサに連絡してリサと合流したいと思います。ちょっと連絡します。
はい、帰ってきました。美しい。ちょっとわかんないけど、もうね、めちゃくちゃ堪能してきましたね。そうですね、うん、やっぱいつもの買い物よりたくさんね、お金を使ったって感じですね。せーが何倍で、私まずプラザ行ったんですよ。あ、うちも行きました。うちもね、まあプラザで、まあ、買ったものなんですけど、もううちも行きました。まあやっぱりちょっとプラザといえばお菓子のイメージありません？やっぱり化粧品のイメージもあるんですけども、若干のイメージがあります。若干のイメージがあります。こうやってくんだ、こうやってくんだ。ね、そこで、まあ、ちょっと、美味しそうなね、お菓子を見つけちゃったんで、やっぱ、欲しくなっちゃうじゃないですか。ね、買ったんですよ。で、それが、こちらでーす。おじい。おじい？あ、オージーのピーチゼリー組らしいでーす。おじい？なんか、お一人様5個までって書いてあったので、まあ、イコール売れてるんだね、と思って買っちゃいました。めっちゃ SNS で見る。YouTube のショートとかにね、使えたら。うん、いいよね。まあ、これだったら、ま、二人の買い物みたいな感じだから、ま、許すよ。プラザ以上。うん。うん。プラザは許せる、まず。もう、うちの方がプラザ堪能しました。何を買ったのかな？くまーん。お友達買いました。お友達作りました。これリュックの後ろにつけて歩きたいと思います。毎日堪能。私の分はないんですか。なんか誰かさんの財布の中身少なくて。うん。で、私続いて、じゃじゃん。デレバー行ったんですよ。え、ちょっと袋でかくない？買いすぎじゃない？これは。え、これは買いすぎ。さすがに。でも人のお金だし。だし。いや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 。まあ、推しにお金を使っちゃったみたいな。いやいやいや、ちょっと。まあなんか自分のお金だったら絶対やらなかったの。ガチャ？もうやった。ガチャ！で、まあそれがこれなんだけど。ガチャ！運試しやん。あの、ヒロアカのアスイチーちゃんキャラクターがいるんですけど、その子を目当てにやったら、あ、2回やったんですよ。ミネタくんと、まあ緑谷くん。え、じゃあミネタはうちが欲しいかもしれない。え、無理。無理。ミネタはちょっと。ね、メルカリピンチだから。いや、メルカリ行くよりはうちにくれた方がいいっていうか。ミネタ。稼ぐから。小遣い。小遣い。小遣い稼ぎ。ガチで最低。買うな。ガチで買うな。もうちょっとガチャのやつ？ガチャのやつ。また、はい、これでーす。クリップ？ヒロアカのクリップで、これもちいちゃんが欲しくてやったんですけど。やったんですけど、ちょっと一瞬こうやって見れるんですよ。したっけ？緑谷くんなんですよ。緑谷率高。え、これ何インしたの？まあ、200円くらい。で、さっきのファイル300円の変化で600円に ?800 円くらい。で、メルカリに売る。まあ、緑谷くんのグッズとクリアファイルと一緒に出品しまーす。セットで？セットで。セットで300円くらい。やっぱり。損してるやん。買う意味とは。はい、こちらでーす。あー、これはつゆちゃん。ヒロアカのつゆちゃん。これはメルカリに売らないのもん。そうですね。これでまだ、まあ、うちの部屋に飾ります。可愛くない？あー、可愛い、これ。何だったのか今知った。クリップらしいです。え、何もかも知らないで買ったの？それはちょっとの無駄じゃない？それはちょっと無駄だよ。頼って。黙れね、黙れね。で、まあ、次、やっぱ、推し二人目。ケロケロケロピーのマスクケース買いました。で、最後。何個買うねん。ステッカー、ケロケロケロピー。これ何に使う予定とかあるんですか？まだ決まってないですね。ん？決まってない。お部屋に飾ろうかな、とりあえず。半年くらい。もうないです。ちょっとね、足もビデバンで買ったんですけど、じゃあ紹介しますね。靴下。うん。NG でーす。NG。コミュニティ会じゃないんで、ちょっと引っかかっちゃうかもしれない。あとでーす。まあ、これはね、めちゃくちゃ欲しかったやつですね。で、次は、靴下ですね。まあ、これはね、まだ許せますよね。お友達。ちょっと次は、あ、靴下。
え、なんか靴下好き？好きなの？え、学校白と黒しか無理だよね。え、何黄色買っちゃってくれてんの？これはちいかわちゃんのですね。かわいい。かわいいよね。じゃあ次最後いきます。でも最後はリサのために買いましたね。え、プレゼントです。じゃん。ケロケロケロッピー。はい、どうぞ。え、ありがとう。リンゴ持ってる、かわよ。で、もうないと思うでしょ？うん。買っちゃったんだ。リゴさん来ましたで、え、服はさすがに買いすぎじゃない？じゃじゃーん。おー、めっちゃ派手。挑戦者に。緑流行ってるじゃないですか、今。だから、推しも全部緑なんだ。あれは帰りに乗っちゃってる。あ、だからね、帰りに乗っちゃってる気分でいるんだ、君は。まあ、なかなか挑戦できないからの、まあ、ズボン買っちゃいましたね。いや、さすがにね、服はね、ありえない。さすがにガチです。それに関してはありえないと。お前も服買ってくんない。服はありえない。服はありえない。買うな。はい。これは服じゃないですね。春服です。いや、もう夏よ。え、今日の温度見てた。え、これ30度近くよ。これ服じゃなくてトップスです。はい、これね。はい、こういう感じです。いや、長袖か。色合いがね、めちゃくちゃ可愛いの。ほら。ガチ可愛くない？トレーナーじゃんか、絶対セール。ガチで色合いが可愛すぎてもう買っちゃいました。あ、これはセールで1900円くらいです。で、私最後に。まだあんの？本屋寄りました。本屋寄っちゃったんですよ、やっぱ。あ、待って、もしかして。どうしたの？ん？図書カード使ったことなんてないよね。なはずないよね。え、なんか結構お金がギリギリで、図書カード見つけちゃったんですよね。で、1000円だから、ちょっと待ってね。図書カードはちょっとまた別の話になってくるよね。図書カードはなんかちょっと話が違ってくる。はい。ででーん。いいの？終わりのセラフー。いいの？普通にいいの？あ、ごめん、読んでるの。腹立つ。で、あともう2冊買ったんですけど、これは一気に消化しちゃいます。いいなー、配給小説版の1と2です。で、これ確かさやが持ってないなんで、そう、ちょっと嫌味で、あ、ガチで最近買ったとかじゃなくてプレゼントいたします。やったー、はい。え、もらうよ。ありがとうございます。私はこれをまあ3時間くらいかけて堪能しようかなと思います。まあでもこの2冊は図書カードで買わせてもらったんで、まあ許せる。まあ許せるかな。まあでもこれはまだ許せる。でもそうだよね。でもこれで私配給の小説版全部買ったことになるんですよ。そしてですね、私もう一個買ってるんですよ。うん。あ、このここに入っちゃってる。私も結構ここの中に入ってて。ガチ。どこ行ったの？え、スタッパ。ラプティーン飲んじゃいました。私もちょっと気分で、スタのフラペチーノ飲んじゃった。はい、ということで、お財布を返してあげてください。はい。せーの、どうぞ。じゃあ、リサの。お財布の中身いくら残ってますか？緊張するな。え？なんで千円札ないの？え？ちょい待って。ちょっと喉かいてからちょっと水飲んできていいか。ちょっと、あ、じゃあこの場から出さないで。100円、5円、1、3、4。109円。もう最低、許さないから。私結構残したかんね。うがち、ちょっと見ちゃっていいかな。で、見ますね。あ、図書カードあるやん。じゃあちょっとね、リサが何円使ったのか読み取れるので見たいと思います。これでリサが嘘ついてるかが見えます。なんか0円って出てきたんだけど、まあこれただのゴミなんで。え、最悪。これはちょっと、じゃあ真面目にお札からいきます。ないんだけど。え？まあ小銭は結構あるから。だよね、だよね、だよね。小銭、だよね、だよね。
あ、結構ある。一緒でしょ。ほら、量は多いけど100円ないんだよね。あ、これ詐欺。これ詐欺ですね。ごめんね。めっちゃこまごましてるやん。53円です。そうやですね。ブチブチイエーイ。ガチでくだらない。ガチくだらない。マジくだらないから、これに関しては。ということで財布交換終了でーす。最悪だよ。楽しかったですか？どこがだよ。まあ今回はこのお金はね、ママがお支払いしたいと思います。ラッキーチーズのタレ、やったよかった。安心、ちょっとまた次回もよろしくお願いします。もう1回限りです。はい、1回限りです。でも結局って考えたとしても、そうそう、私はやったら、やったボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。バタン。